オープン戦レンジャーズ、ドジャース、28日米アリゾナ州サプライズスタジアム。ドジャース、山本由信投手、25、が28日、日本時間29日、敵地、レンジャーズ戦でオープン戦初登板し、2回19球を投げて1アンダム失点3奪三振の高騰を見せて降板した。初回は先頭のセミエンから空振り三振。 続くカーターに忠然安打を許したが、続く打者を3並びだに抑えた。試合前のブルペンにサプライズ登場した大谷翔平投手、29も3塁ダグアウトで拍手を送った。2回は先頭から空振り三振を奪うと、中飛、空振り三振で三者凡退。ベンチに戻ると大やらナインとハイタッチして予定の2イニングを順調に終えた。 あまりに順調な三者凡退に、三つ目のアウトを取った後もアウトカウントを勘違いしたのか、マウンドに戻るような仕草も見せていた。大谷はこの日の自身の練習を終えると、水原通訳と共に車に乗って施設を後にした。すると、車で約30分ほど離れた敵地サプライズでのオープン戦に姿を見せた。 大谷クラスの主力選手が出場予定がないにもかかわらず敵地に訪れるのは異例だ。まずはブルペンで投球練習を見つめると、試合中もベンチから熱視線を送っていた。オリックスでは21年から3年連続 MVP& 沢村賞という圧巻の成績を残し、ポスティングシステムを行使して12年総額3億2500万ドル、 約461億円イコール契約発表時のレート、という大屋を除くと当主最高額となる超大型契約を結んだ山本。9日、同等日のキャンプイン後はライブ BP、実戦形式の打撃練習、に二度登板し、延べ17人と対戦して安打性の当たりが一本、9奪三振と上々の仕上がりを見せていた。 山本もオープン戦初登板へ向けて、いい入りができるんじゃないかな、と口にするなど、手応えをつかんでいるようだった。